そうですか。どうしますか。どっちにしましょう。う、お、三ピン。まあ結局ピンズ高いし、とりあえず三層、ね。はい。ここに統一。はい。まだ一枚いますね。ありますね、一、ね、枚。はい。いやこれ決まったら大きい。これ黒さんは三層が最終形だと思ってますか。いや思ってないと思います。まだ変えれる牌があったら変えたいと思ってるはずなので。はい。ただ何に変えるかですよね、ここは。はい、でも悪い街じゃないですもんね。あ、これ、あ、これ、三層危ない。え、アキさん、これ危ない。あ、そうか。え、だ止められないですよ、これ。手の中から出るのか。これは結構止まんないと思いますよね。はい、リャンゴ層悪くないし。ただ、まあ、スープ切れるね。おー、そうですか。これが出た。うわ、大きい。うわー、黒沢、チートイドラドラ上がった。いや、9600点は強烈ですね。まあね、いい層を引くしかね、三層を補充するパターンはなかったですけど、うんうん、本当ですよね、はい、うん、これだから分かりません。そうですね、もうそれほどね簡単なチート打ちではなかったので、やはりこうチート打ち得意なね黒沢さんならではのね手配進行でしたよね、あ、そしてね、二階堂脇も序盤からかなり他茶をこうケアしながらの打開戦だったんですけどね。はい、お、楽しみですね。三眼光もあるし、ドラもあるし。お、数層だ。いろいろ狙ってますね。そこまでね、アキさんとしても補充しましたけど、そこまでこう考えすぎることないので、はい、ポイント的にもね。まあ補充してしまったけど、まあ、その上でどうするかっていうぐらいな余裕はあるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね、まあ、一つ着順上げればねもう大丈夫ですもんね。そうですね、お、3色とかも見えますよ。余裕持ってパーピンですか。柔らかいですね。ドラがチーピンなんで、あ、チーマンなんでね、はい、はい、パーピンいいですよね。切るよりは手役も見ながら打点も追いつつ、楽しみですね。あ、白も来たぞ。わー、これバチバチになりますね。なりますね。うわー、流派重なって、秋さんも重なった。うわ、薬牌これどうなるか。選択ですね。どうすんですか。やっぱマンズなんですか。あ、でもドラターツですね。パーソー切る手もあるし、キューピン切る手もあるし、はい、あ、キューピンですか。はい、パーソーとかでもいいのかな。パーマンがな、バニー1枚。そうですね。でもパーソー切っちゃうとトイトイ系とか手役がね、かなり、あ、いいですね、うん、なるほどね、じゃあ他がメンツ出来上がればドラ切りも辞さないということですか。二階堂、そうですね。うわー、すごい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 、チートイズの仕返し、仕返しだ、仕返しだ。うわー、すごい。またこれチーソー誰も持ってないですよ。チーソー短期に思わないですよね、この捨て牌は、はい、うわー、これはいいリーチかもしれない。山に3枚、うん、また気持ち悪いですよね。いや、ちょっと捨て牌がね、まあ9万シャーと、はい、ちょっとギラギラしてるんでね、うん、ギラギラしてるってこれギラギラしてますよね。そういう感じなんですか。これ普通の捨て牌ではないですね。何かこう、はい、策を練ったような、なんか、はい、技を決めたがってるような捨て牌ですもんね、まあ、思惑はねありますよね、確実に。でもだからといって何が怪しいか分かんないですよね。そうなんですよ、はい、樹海に突入するんです。それ考えすぎるとねえ、ねえ、はい、そう。しかも山さんですからね、これ。あ、勘できるぞ。これ勘ですね。これ勘するんですか。いや、するんじゃないですか。自分の手がかなりいいので、はい、缶は別にありですけど、うん、なんですか。しかも6球ピンウーピンって悪くないですからね、ええ、うん、スッチピンも悪くないですよね。考えているぞ、缶でいいと思いますけどね、はい、積極的、戦いに参戦だ。いや、激アツですね。ウーピンだ。お、ウーピンだ。乗った2枚、ノリノリですね。なこれ、これローピンがでももうないのか、自分の目から見ても球ピン次第。あ、キューピン、まあ、秋田の統一だ。かなり厳しいかもしれません。スッチピンの二度受けもありますよね、そうですね、それもあるのでいけるか。いや、秋田山さんですよ、チーソー。いや、これチーソーは止まんないもんな。いや、止まらない、はい、戦う姿勢見せてますしね。
初、あ、でもほらこういうのでやっぱちょっと気持ち悪いなっていうのを大島さんも感じてるんですよ。なるほどね、はい、これは心配。そう、食いしばっていく。なんかさつきさん頑張りたかったけど、なんか他のリーチとねやる気の感入ったし、もうちょっとやめとこうかなってなってますね。これ蓋をダブトン、ダブトン何個いいじゃんて、さきさんもいいじゃんて。どうなるの。いや、まあ、ウーマンの筋ハクが来ました。ウーマンか。さあどうしますか。ウーマンが2枚目。うわ、カウアニさ、カウーマンの方ですか。うわ、これドラじゃない方がいいんですね。あれ、まだ…うわ、撃った、これ本当だ。うわ、すごい、上がったのは黒沢。すごい、いや、これ9600ですね。さきさんが勝つんですね。9600がすごいですね。いや、ダブトンハク、訓録クイーンですよすごい、訓録しか言わないですよ、もう本当に。いや、すごいですね。お見事ですね。